天日命命は日本神話に登場する神。天日命命の子孫は天孫族と呼ばれる。天日命命の別名は以下に挙げるものがあるとされるが、遺書、遺書短所母命や次元即非命は全くの別神であるため、後世の混同化。古事記及び日本書紀の一書によれば、天日命命はアメノオシホミミの命と高木神の娘。 よろず旗とよあきつしひめの命との間に生まれた、ことしている。これらの伝承において、ににぎ命は弟だが、日本書紀の別の一書では、父としている。また、仙台旧児本義では、ほずみしん、物のべれんの祖である、にぎはやひ命と、同一心としているが、世代関係や、活動地域から疑問が大きい。一方、ハリマ国風土器では、大南寺の地と、 石弓と姫とのことする。新先生史録では、天神彦根命、天の保日の命、天と寝命などの子孫と合わせて、天臂、名命の子孫を天孫族と称している。天孫族は、高間ヶ原から、尾張国や丹波国にも移り、尾張氏、つもり氏、海府氏、丹波氏など多くの氏族の祖神とされ、海府氏系図にも、子孫としてその名が記されている。一方、 天皇やまいのちは本来は、天孫族の系譜に存在せず、尾張氏、つもり氏、海夫氏、丹波氏などの氏族は、大国出身や渡辺神を祀る傾向にあることから、天貧名へ命を外するのは、刑夫仮よかせであると考える説がある。海夫氏刑図は、後世の儀書であることが明らかであり、上記四氏はいずれも天孫族ではなく海人族で、あるとされる。従って、 天皇や舞の地と高倉下は同一人物ではなく、どちらも天碧、名命,命の子ではないとされる。また、尾張氏の系図には、渡積神の総尊、高倉家を始祖とする系図があり、こちらが本来の系図であると考えられる穂積氏、物延べの祖である、にぎはや命と同一とも言われる。ただし、にぎはや命と天下民命の同一を否定し、また、 にぎはやひ早日命を二人ぎ命の兄とするのは両者を連結するための創作、教弁であるとする研究もある。実際に,に、やひ早日命が神武天皇の一世代前に当たるため、神武天皇の三世代前に当たる天い名命と同一心にはなり得ない。また、聖子録では、天臂、名命の子孫は、天孫とする一方、にぎはやひ早日命の子孫は、 天神と区別している。名前のアマテラスコクテラシ、仮名からわかるように太陽光や熱の神格化である。また、古事記伝では、ホアカリはホアカ熟で、稲穂が熟してあからむ意味としており、天皇にかかる他の神と同様、稲に関係のある名前でもあり、太陽神、農業神として信仰されている。このようなことからアの保ホの命の警符、つまり、 天津神,神系の出雲神を源流としていることが伺える。アマテラスの名があるが、アマテラス大臣とは別の神である。元伊勢の加護神社では、主祭神をアマテラスコクテルヒコ仮命とし、愛、殿神にアマテラス大臣としてそれぞれ別の神としている。また、全国のアマテラス三玉神社は、天辟命,命を祀るところが多い。新鮮聖主録、方都年を、 初期物ノノベ氏の系譜、小木の隆之夫様、2007年。邦賀俊夫、国宝、海府氏系図への疑問、小木の隆之夫様、2006年。邦賀俊夫、丹後の海府氏の出事とその一族、小木の隆之夫様、2006年。仙台旧次本義、富山奈部、仁早日、仙台旧次本義から探る物ノノベ氏の祖信、川で書房針者。 2011年12月30日 ISBN978 から4から309225562か護神社 h p 御祭神よりありがとうございます。